おはようございます。速稼塾の久保です。いや、投資ってね、本当に難しいですよね。そして、すごく面白いです。投資が難しいってことは、参入障壁が高いってことなんですよ。ね。だから、投資で勝ち続ける人って、いつまで経っても勝ち続けるんですよ。なぜなら、投資で勝てない人が、この参入障壁を超えてこないからなんですよね。ですから、一回超えてしまうと、投資だけで、すべてお金の問題は解決できてしまいます。そう考えていくと、この世の中に、上昇無敗の投資家さんがワンサといてですね、投資家を目指すんだけども敗北して資金を失って退場する人のなんと多いことかってことを感じてしまいます。さあ今日はですね、昨日一昨日と緻密に計画を立てた、その結果が出たっていうところであります。昨日は上帝と下帝にそれぞれレジサポラインを引いて、ここを超えたらバイに入る、セルに入るってことをそこまで組み上げていきました。そしてその結果が出たわけなんですよね。ちょっとね、画面の方を切り替えてご覧いただきたいと思います。こちらです。デイリーの方を見てみますと、いつものように線引きましょうか。こっから横にビューッと線を引きますよね。で、横に、斜めにこうなって、で、上にこういう風になっていくよっていうところですね。で、横ばいに入った後で収束が上か下かに行きますねっていうところまでは、たびたび申し上げてきました。そして、この大きな、陽線が見えますよね。つまりブレイクしたってことになります。じゃあどのようにブレイクしたのかを解説していきます。4時間はね、あんまり見るところがないんですけども、まあ大きく上の方に伸びてますよね。で、四角い箱が書いてあるでしょ。だからこれが上帝と下帝のレジサポラインで、ボックス、要するに昨日までレンジだって言ったところです。レンジっていうことは、このレンジの上か下かを割ると、そちらの方向に大きく動くよってことを何度も何度も申し上げましたね。はい。昨日は、ここを越えて大きく上に行ったって話になります。1時間で見たらよくわかりますよ。1時間ですね。どうですか?はっきりとわかったでしょ?ただ、昨日は1回ね、ここでね、ロスカット食らってます、私は。下に行くのか、私ね、もう、そもそもね、セルの方向に行くっていうふうに、私の感覚では思っていたんですよ。セルかバイの方に行くけど、まあこれ、下の方に行くんじゃないのと。こっから落ちてきて、ここで押さえつけられて、ストーンと下に行くパターンじゃないかなと思ってたんで、私はここでね、自信を持ってね、セルに入ったんですよ。でも、急速に戻っていきました。ということは、いつものやつですよ。ここと同じです。こことね。下に行くんだけど、一旦上に振り向いて、大きく勢いをつけてドーンと落ちるのの逆バージョンで、下に一回掘り込んで、そっから上に勢いをつけて、ね、ドカーンと上の方に進むっていう図ではないかなと思ったんで、様子を見ていたら、案の定、こちらの方のね、レジサポライン、109円の915ね、いつものやつですよ。あそこを超えてですね、大きく上に行っていただきました。ということで昨日はね、30ピップス以上の爆利益が取れて、めでたしめでたしということでございます。移動平均線はピシッと上の方向に広がっていきます。はい、すみません。バッテリー切れちゃいましたね。でも、お分かりのように移動平均線が上の方に広がっていきますんで、これからもね、上昇を続けるんだと思います。もちろんね、ちょっとしたポイントがあります。110円の420あたりで一旦止まるかなと思いますけども、まあ何にしてもね、先週の末から組み上げてきた今週の流れ、しっかりと取れたと思います。で、今日まだ全然水曜日なんで、今日もね、倍の方で取っていけるんじゃないかなと思いますよね。うん。まあでも、ここで大きな利益を取っていきました。まあこれを狙うために、月曜日、火曜日があったんじゃないかなっていうところで、お後がよろしいようでございます。しっかりと儲けられましたか。今回、ここまでね、私数字をはっきりして、レジサポラインをピッと引いて、上はここを超えたら倍、下はここを超えたらセル。ここまでやったんで利益出してくださいよ、これで。儲かったでしょ、今回は。おめでとうございます。ここまで分かりやすい相場解説は他にはないと思います。ただね、これを自分でやらないといけないんですよ。私が言ってる通りにやって勝ってる人もいると思いますけども、まあ感謝のメールはいいんでね。そんなところは。私の相場解説がなくても勝てるようにしてくださいっていうのが私の、願いでございます。ここまではっきりとした相場解説をしてくれるようなところはないと思います。どんなね、高額塾、FX の塾に入っても、まあ、抽象的なことはね、ものすごく教えてくれます。それも大事なことなんですよ。大事なことなんですけども、ここぞという時は、利益を一緒に取っていきましょうという相場解説は他にないと思います。
ね、これからもよろしくお願いします。